こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさいませ、染谷でございます。野草局44回目やっていきます。アンケート結果ドン。ということで、今回はなんだか自信がないなということになりました。はい、それで、前回自分が選ばせてもらった選択肢についてのアンケートも取りましたが、自分が選んだもので問題ないという、アンケート結果が得られましたので、このまま続けさせていただきたいと思います。はい、ではなんだか自信ないな、なんだか自信ないな。よく考えれば、あの誠実そうな早乙女先生が事件に関係しているなんて思えない。でももしかしたら、とにかく早乙女先生に会って確かめよう。そうせずにはいられない。朝になったら美希子に連絡を取ってもう一度施設に行くのだ。僕はじりじりしながら夜が明けるのを待った。はい、曲がりましたね。翌日、僕は美希子と待ち合わせて施設へと向かった。というわけで、早乙女先生が何か知っているんじゃないかと思うんだ。僕は仮説を美希子に説明した。あの先生が？美希子は考え込んだ。うん、僕の推理によればそうとしか考えられないんだ。でも、とにかく会ってみよう。そうすればわかるよ。僕はそう言って、考え込んでいる美希子を連れて施設へ向かった。僕たちが訪ねると、早乙女先生はすぐに現れた。あら、いらっしゃい。僕たちを出迎えた早乙女先生はにこやかに笑いながら言った。本当にこの人が何か隠しているのか？先生の笑顔を見ていると、なんだか急に自信がなくなってくる。横を見ると、美希子も戸惑ったような顔をしていた。何かご用かしら？実は少し伺いたいことがありまして。ふと気がつくと、早乙女先生はシンプルな黒い服を着ている。ああ、これですか？昨日も少しお話ししましたが、これから望月優子さんのお葬式に行かなくてはならないんです。僕の視線に気がついたのか、早乙女先生は言った。そういえば、今日は敏夫君のお母さんの葬式があると言っていたな。ところで、どうなさったんです？早乙女先生は不思議そうに聞いた。僕は思わず言葉に詰まった。何と言って切り出せばいいんだ？その、1、とにかく話してみよう。2、遠回しに切り出そう。3、やっぱり僕の勘違いだろうか。はい、今回も早かったですが、ここは今回は初めてのルートなので、アンケート取らせていただきたいと思います。事前にね、喫茶店に行ってお葬式に行くっていうアンケートも取らせてもらったんですが、ちょっと今回はそちらの方には行きませんでしたね。どうやらこういうルートもあるみたいですね。そうですね、難しいですね。まあ、こんな人の良さそうな先生、誰にも隠し事ってのはあるもんだからね。いやー、雰囲気に騙されてはいけないって言い方をするとね、ちょっとあんまりいい言い方ではないかもしれないが、本当にうがった感じで行くとね、そういう雰囲気だからこそ20年間誰にも疑われずに秘密を隠し続けることができたのかもしれない。とだけちょっと言っておきましょう。ちょっと意地悪な言い方かもしれないけれど。はい、それでは動画説明欄のリンクから飛んでアンケートの方を参加してみてください。よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いいたしましょう。以上、染谷でした。